愛称は、私。山川正夫。彼女は35歳。この道に入って、丸10年になる。IBM 電子計算機のプログラマーとして、すでにベテランの一人だった。都心の高級アパートで、彼女は一人暮らしをしている。 身持ちが良く入社以来浮いた噂一つ立たない当然いくつかの縁談もあったがその度に彼女は「私気が進みませんので」と柔らかくしかしはっきりと断り静かな微笑を浮かべたあまりその態度が断固としているので人々はおせっかいを諦めここ数年は ぱっったたりと円段も持ち込まなないようになったプログラマーとは簡単に言えば電子計算機に計算やデータの処理をさせるための命令のプログラムを記号で作る技術者であるこの記号化されたプログラムやデータをパンチカードに先行するのがキーパンチャーの仕事で囲碁の機械操作はオペレーターが担当する。 だがベテランの彼女はパンチカードを打つことも簡単なものならオペレーターを兼ねることもできたつまり問題によっては一人で電子計算機の全ての過程を経て回答を出すことができるのであるその便利さを見込まれてか彼女には近頃は出張しての仕事が多くなった もちろん先にデータと問題を与えられてあらかじめ彼女がそれをプログラムに作っていくわけだが大体いいこの仕事は電子計算機の宣伝かまたこんな用途にも IBM は役立つのだというその店や商品の宣伝を兼ねたショーの要素が大きい2月中旬のその日彼女は 銀座のある高級婦人服店に出張したそこの店主のデザイナーによるこの春の流行に合わせた一人一人のデザインと配色を無料でサービスするという広告で集まった女性たちにそれぞれ自分の特徴をカードに先行させて機械にかけてやるのである2時間に1回ずつ その機械のシステムを客に分かりやすく説明してやるのも仕事の一つだった「無料のものは利用しなけりゃ損」という編集を持っているのが女性であるましてこの春の流行ときているひどく冷たい風の吹く日だったが店は一日中黒山の人だかりでパトカーが整理に来る盛況が続いた はは大喜びだっったたが、彼女はクタクタに疲れ切った実は店主が自分の個性を盛り込もうとデザインと配色の組み合わせに凝りに凝ってしまったのでおかげで彼女は徹夜をしてそのプログラムを間に合わしていたのであるアパートに帰っても彼女はまだその日の店の混雑に酔ったようでそのくせ神経だけが 異常に鋭敏にささくれ立っているのが分かった耳にかすかな振動を伝えてくる電子計算機のうなりがしつっこくつきまとっていた夜半彼女は目を覚ましたその日婦人服店に集まった娘たちの一人の言葉が不意に思い出されていた パンチカードの自分の特徴と思われる項目に穴を開けてそのカードを機械にかけると途端に彼女に似合うはずのこの春のデザインと配色がプリントされて出てくるそんな電子計算機の威力に感嘆した一人がふと空想の羽を伸ばしたのだねえ今にこの機械でお婿さん探しができるかもしれないわね おむこさん探しそうよ例えばさ「私は身長はこれくらい体重はいくら年はいくつ学歴はこうで今はどこそこの会社の月給これこれの BG だがこんな私に似合う男性はどんな人か」ってさわあ素敵ほんとね私のほうはこのくらいの可愛い子ちゃんだけどお似合いのかっこいい男性はどんな程度か。 なんてねそれにさ性格だって相性というのがあるじゃないの私はおっちょこちょいでプレスリーが大好きでカエルが大嫌いだけどそんな何歳の女性には何歳のどういう性質の男性が向いているかなんてさすぐに分かっちゃうわよきっとたあいない会話だった大体いい似合いとは誰が決めるのだろう どこに基準があるのか。それを決めあらかじめプログラムを組んでおかなければ機械は答えは出さないそのプログラムをどう組めばいいというのかバカバカしいと彼女は思う例えば背の低い男が自分より背の低い女を選ぶとは限らない優生学的な考えから 逆にひどく背の高い女を望む場合もある知能についても要望でもそれは同じことだお互いに全く似ていないから惹かれ合うのも似ているからこそ気の合うのもあるだがそうは思いながら彼女は未知のお婿さんの話に頬を上気させはしゃいでいた無邪気な娘たちが次第に羨ましいような気もしてきた。 そういえば大抵は似ているかまたは正反対かの点で惹かれ合うのだ。前者をプラス後者をマイナスとし全体の何パーセント程度のプラスあるいはマイナスの範囲内だったら男女が結婚生活をうまく保持できるかその係数を出してみたらそう銀婚式以上の夫婦をリサーチして 相性というものをプログラム的に整理してみようか。いつの間にか目が冴えてしまっていた。眠ることができない。とうとう彼女はベッドを降り、机に向かいリサーチの項目をノートに書き始めた。こうして長い努力と時間をかけた彼女の個人的な仕事が開始された。 リサーチの結果が山のように積まれたアパートの机でやっと彼女がそのプログラムを完成したのはすでに秋の夕べだった窓の外透明な炭鉱に染まりながら黄色いイチョウの落ち葉が霧もなく舞い落ちその度にキラキラと夕日を照り返していた彼女はヨロヨロとベッドに倒れ込むと 久しぶりに泥のような深い眠りに沈んだ翌日出勤した彼女はいつものようにプログラマーの部屋の椅子には座らずそっとキーパンチャーの部屋に入った先行されたカードを持って出てくると今度は計算室に入り一つの電子計算機が開くのを待ちそれにまずプログラムを記憶させた そその間のの間作業にミスがあるかかかなないかそれは回答の明らかな質問をしてみればすぐにわかる彼女は試しに「結婚後60年間未だに円満で喧嘩一つせずお互いの幸福を祝い合っている」という回答を寄せた埼玉県の A 夫妻のその夫の方のデータをパンチカードに打ちそれを計算機にかけた。 IBM 電子計算機はすぐに始動し、印刷機に連動されているので、たちまち回答がプリントされて出てきた。彼女はそれを読んだ。あなたの相性は、それは BKM0101 のタイプの方です。成功だった。BKM0101 は、 A 夫人をモデルにしたタイプなのだ彼女は不意に全身が熱くなったいよいよその瞬間が来たのだ長い苦心の実る期待の時が来ているのだ彼女は目を閉じしばらく黙想してから震える手で正直に自分の性格好み特徴と考えられるものをパンチカードに打った 深呼吸をしてそれを計算機にかけた手はまだ震えていた一体私にはどんな相手が家庭の幸福を与えてくれるのだろう彼女は実はただそれを知るだけの目的でこのプログラムを作成したのだった美しいスモークブルーに塗られた滑らかな肌の機械は かかすな昆虫の羽音のようなうなりとともに再び活動を始めた何を祈る暇もなかったすぐ小さな音を立てて印刷機のプリントした回答が流れ出てきた手に取り彼女は叫び声を押し殺したそこには「あなたの愛称はそれは」 私です。と書かれていた。おかしい。こんなはずはない。私の考えもしないこんな回答が出てくる理由はない。これは私のプログラムの中にはない答えだ。彼女は、同点と怒りで全身が震えてきた。それに、私って、つまりこの電子計算機のことじゃないの。私には、 この電子計算機と結婚するのが一番ふさわしいって意味なのその時背後にどっと大勢の笑い声が起こった「そうさその通りさ機械は正直だよあんたはいつまでもこの機械とだけ一緒にいりゃいいのさ」振り返るといつの間に入ってきたのか所長課長 同僚たち若いキーパンチャーたちオペレーターたちが一段となり彼女を見て笑い転げている中にいつかの婦人服店での若い娘の顔も見える本当、あんたにはこの機械が一番お似合いだよ機械の方だってちゃんと正直にそう答えてるじゃないかあんたはね この機械とだけ結婚すべきなのさ人々の笑い声が一段と大きくなる彼女は両手で耳を押さえた自分のうめき声で彼女は目を覚ましたあえぎながらしばらくは辺りを見ていたそこはいつものアパートの部屋 いつもののベッドの上でしかない消し忘れたスタンドの光が顔にかかり机の上に乗っているのはその日婦人服店から特別にお礼にもらった洋服時の包みだろうとするとまだあの日の夜の続きなのだすべては夢でしかなかったのだ突然 十年前に別れた男のイメージが一つの痛みのように胸を刺した。でたらめで、いい加減で、無責任で、ムラっけで気まぐれで、飽きっぽく、怒りっぽく、けだもののように乱暴で、わがままな、だらしのない男。不潔で、嘘つきで、信頼できぬ男。 暗い天井を見つめたまま彼女は苦い微笑を頬に広げていた「やっぱり私はまだ彼を忘れてはいない」「未だに彼のことを心に残し続けている」「だからこそ今の夢の中で私は愛なんていらないただ誰かとの一緒の生活そんな生活の安定だけが欲しいのだと思いながら」 知らぬうちにあの男とは逆の性質ばかり選んでカードに穴を開けた誠実性格普遍清潔従順緻密開放的論理的感情に流されず一つのことを最後までやり抜き他に気を取られない安定した存在常に理解でき 信頼できる存在彼女は小さく声を上げて笑ったなるほどこの私の性格好み特徴に合致する相手なんて確かにあの機械だけかもしれない少なくとも人間たちの中にはいないだろう私はもう生きている人間という人間を 愛せな,くなっているのかもしれないそしてふと彼女は気づいた「そうだわあの私という答えあれは電子計算機を指すのじゃなくこの私のことじゃないのかしら私がもうこの私としか暮らしてはいけないという意味じゃないのかしら」プログラマーの毎日だけに打ち込み 数式や記号ばかりを相手に暮らしてきたこの10年間その結果として私は人間を相手にするとただうろたえしまいには恐怖に近いほどの困惑しか感じることができない生きている人間にはただ不気味さ煩わしさしか感じ取れなくなってしまっているいわば私に相性のいいのはそんな私だけで 私はただそんな自分とだけつまりひっそりと一りぼっちのまま生きていくことしかもうできはしないんだわカーテンの向こうで空が白み始めている窓の外のすでに動き始めた朝の都会白い呼吸を吐きながら動いている人々 騒々しく煩わしく不気味なだけの人間たちの密集を思いながら手を伸ばし彼女はタバコに火をつけると吐息のように煙を深く吐いたその時初めて彼女は10年前に彼女を捨てたあの男をいや人間という人間をいつの間にか自分がもはや完全に 二度と愛せなくなっているのを理解したのだった彼女はゆっくりと枕の下を探し平たい箱の中から古びた一枚の大学生の写真を出すともはや何のためらいもなくそれを灰皿にかざして右手でライターを発火させた写真はたちまち燃え上がった乾いた目で。 彼女はじっとその炎を見つめていた。